それって政治。区議会議員の柳井勝子です。生活者ネットワークが要望してきた義務教育の給食費の無償化、練馬では4月から第2子以降が無償化になり一歩前進しました。私柳井勝子は給食費の完全無償化を実現するために4期目に挑戦します。応援お願いします。